地方創生、地域活性化を担う日本のリーダーを迎えしてお送りする今週のリーダーズボイス。毎回多種多様な職業の方にお話を伺っていきます。第37回のリーダーズボイスは株式会社 OS 取締役杉浦浩二郎さんと岡崎のぞみさんです。本日はどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速ですが、自己紹介を杉浦さんと岡崎さんよりお願いしてもよろしいですか。はい、まず私杉浦は、昔商社関係のコールセンターを10年ほど勤務しておりまして、その後2011年に株式会社 OS に入社をしています。それから人事の職務ですとか営業とか新規事業の構築等々を従事しておりまして、今は美容室、ネイル、エステなどのジャンルで全国13万件の登録があるビューティーパークというメディアを運営しております。ありがとうございます。岡崎さんお願いします。はい、私の方では、今年よりですねマーケティングの担当をさせていただいておりまして、ビューティーパーク上での特集を組ませていただいたりですとか、あと掲載している店舗様に関するコラムの執筆などを行っております。はい、ありがとうございます。詳しく現在の活動だったり事業内容っていうものをお話しいただいてもよろしいですか。はい、我々ビューティーパークでは、エステサロン、ネイルサロン、美容室、まつげ、それからリラクゼーションですね、の5ジャンルで全部で全国13万件のお店の登録がございまして、そこから消費者の方が検索をしてクーポンを取ったりとか予約をしたりっていうようなことができるメディアを運営しています。はい、有名な某美容サイトもう一つあるかと思うんですけども、はい、そことの違いっていうものって何か分かりやすいものってありますか。はい、簡単には電話の予約とネットの予約が使えるようになるんですけれども、予約がどれだけ入っても月々固定で1000円しか頂戴をしてなくて、もちろん予約がなくても1000円かかっちゃうんですけども、月々1000円のご利用料金だけで、そのメディアに掲載と、そういったことができるというサービスになってます。サロンさんだったりにしてはすごくお手頃な値段で優しいですね。そうですね。と思います。はい、なぜこの事業に、携わろうと思ったのか、何かそれぞれきっかけはあるんですか？はい。もともと美容師さんというのは国家資格がないとできない仕事であるにもかかわらず、他の事業の先生とかに比べても、労働環境だとか賃金が十分でないというような、結構ニュースなんかでもやってるかと思うんですけども、そういったところに対して、地位向上だとか、そういったところに貢献できればと思ってですね、このメディアを運営することによって予約が増えてお店の収益が向上して、その延長で美容業界の方たちの賃金の向上だったり、地位も上がっていったらいいなと思いまして、始めています。はい、岡崎さんはもともとこういう美容業界に興味があってとかっていうきっかけがあったんですか。そうですね、自分自身もサロンに行くことがとても好きだあったんですけども、そういった サロンを選ぶときに見ているサイトを自分自身でちょっと運営してみたいなっていうのがありまして、携わらせていただいております。はいはい、こちらの、サービスのターゲットっていうのはやっぱり女性なんですかね。そうですね、私たちと同世代の、20代後半からですね、40代前後の女性の方々が多く利用してくださっていますね。これってどうマーケティングっていうんですかね、お客様をこう、サロンに流したりとか、サロンさんもどんどん登録を取っていかなきゃいけないと思うんですけども、何かこう特別力を入れていることとかありますか。そうですね、ビューティーパークでは昨年からビューティーパークアワードというものを開催しておりまして、よりこう人気のサロンが分かりやすくなったり、魅力あるサロンを紹介させていただいたりもしてましたり、あと秘密のビューティーパークというコンテンツを一つ設けておりまして、こちらでサロンのですね魅力を紹介するようなコラムを書いたりですとか、それを SNS で発信もさせていただいておりますので、よりユーザーのこうニーズに近いものを出していけるようには、さまざまなコンテンツを充実させながらちょっと試行錯誤して取り組んでいる状態です。はい、先ほど美容5ジャンルですかね、おっしゃってたんですけども、一番伸びてるジャンルっていうんですかね、なんか盛り上がってるジャンルっていうのはやはり
サロン、ヘアサロンなんですか？そうですね、加盟店舗の多さからしてもやっぱり美容室が一番多いかなと思ってます。やっぱり全国的にもそうですね、多いですね、はい。地域によって結構違うんじゃないかなと思うんですけども、秋田の話をしていいですか？私は出身なんですけど、ちょうどこの間帰ってた時にやっぱり車で通ってると美容室、美容室、また美容室みたいな、すごい美容室多いんですよ。で、まあ、だんだんそのまつげサロンも増えてきたのかなと思うんですけども、まあ、関西とかだともしかしたらリラクゼーションの方が多かったりとかっていうの、そういう地域性というのもあるんじゃないかなと思うんですが。そうですね、もともと我々が営業したエリアだとかによってもやっぱりばらつきは出るとは思うんですけども、地域によって確かにネイルサロンの方が加盟が多いとか、エステの方が加盟が多いというのはありますね。まあ、全国的に見るとやっぱり美容室が一番多いんですけど、そういうおっしゃる通りの地域ごとの差というのはやっぱりあります、はい。まあ、今後、まあ、どういったふうに展開していきたいだとか、こういったサービスを増やしていこうと思われてたりとかっていう、何か展望っていうのがあるんですか？はい、お店について言うとですね、予約を取っていただくお客様を増やすだけではなくて、コストの削減だったり顧客単価を上げたりすることができるような、弊社ではなくてやっぱり協業さんとして取り組めるようなアライアンス先が提供しているサービスなんかをご紹介することによって、ビューティーパークは予約だけじゃないよっていうところをどんどんこうお店の方にも出していきたいなと思ってます。はい、予約だけじゃなくていろいろ役に立つサイトだよというふうに思ってもらえたらいいなと思ってまして、そこはもう実は少しずつ始めていまして、これからもちょっといろいろ仕掛けを考えております。はい、ユーザーさんに対してのこうサービス、新たな追加だったりとかっていうのはあるんですか？はい、ユーザーさんについては単にクーポンでお得に使っていただくだけではなくて、ちょっと実現できるかどうか今協議中ではあるんですけども、弊社のビューティーパークから一部割引のキャッシュバックをするとか、クーポンを独自でこう発行してお店のご負担ない状態で、まあ、お店のクーポンと一緒に使ってもう少しお得に使っていただくというようなことを少し今仕掛けて考えてます。すみません、最初の方で全国13万件の登録の予約メディアっておっしゃってたんですけども、はい、ユーザーさんの数もやっぱりどんどん増えてきてるんですか？はい、ユーザーについてはそういった仕掛けをするタイミングでドンって増えることは今までもあるので、今はちょこちょこなんですけども、微増微増で増えてはおりまして、それをもっと増やしたいということで、先ほど申し上げたような、仕掛けを考えているということです。はい、はい、ありがとうございます。他にこう PR したいことだったりとか注目してっていうものってありますか？やっぱり予約するならビューティーパークというぐらいのところで電車の通勤時間とか、お休みの暇な時にビューティーパークぜひご覧いただいて、13万件あるというのは多分美容のメディアでいうとおそらく全国でも最大の級の規模だと思うので、ちょっとお時間ある時にビューティーパークをご覧いただけたらなと思ってます。私も検索したことあるんですけども、結構こうなんていうのかな、この駅って言ったらその隣の駅までだったり、選択肢多く、かつそのページ一個一個開かなくても大体の値段がパッと見初見で分かるっていうのはすごく分かりやすいとか、時間もかなり削減になるなっていうのもかなり工夫されているところなんじゃないですか？はい、いかに使いやすいかということは常に考えてまして、やっぱりそれを使うのはお客様ですね、になりますので、できるだけページをたくさん見なくても分かるようなとか、できるだけ何回も押さなくても分かるようなということは常に意識して、今も改善を続けてます。はい、他にここをこだわってるみたいなありますか？カタログを登録できるジャンルがとヘア、美容室の方とネイルとアイラッシュあるんですけども、美容室とネイルに関しては毎月こうピックアップしたカタログとかも載せているので、まあ、ユーザーの方がこう、そうですね、そういったカタログ面からとかでも検索しやすいようにはなってます。やっぱり見て分かりやすかったりとか、いちいちいっぱいページ開かなくていいっていう手間ってすごい少なければ少ないほどユーザーとしてはありがたいので、はい、そうですね、私もこれからどんどん使わせていただこうと思います。もうぜひかなりよろしくお願いします。ありがとうございます。お二人はもう元々美容がっつり美容大好きっていう感じで今のお仕事誘われてるんですか？私はですね、どちらかというとおしゃれでも全然なくて、はい、美容というよりは
ヘビメタの方が大好きでして、でも意外性しかないんですけど、あそうですね、あの、うん、そのギャップがとてもストレス解消になるというか、うん、あのやっぱり歌が上手になるとこう上手いねとか言ってもらえるじゃないですか、はい、それって何にも得しないんですけど、うん、とっても嬉しい気持ちになるんですよね。ヘビメタでも歌われるってことですね。ボーカルなんですね。そうです、私ヘビメタ歌をやってまして、そうなんです。すごいですね、はい、実はこの後もなんか練習とかあるんですか。この後3時間のハードな練習、3時間のハードな練習絶叫してまいります。すごい、それをお一人で練習するんですか。あ、いえいえ、バンドのメンバーと一緒に3時間やるんですけども、はい、まあ、あの皆さん楽器なので全然声発しませんのでですね、うん、私はちょっと 3時間ちょっと歌うとさすがに声がカスカスになってくるんですけど、うん、それでだんだん上手くなっていくかなと思って。へえ、はい、なんかぜひ今度聞かせてくださいって。気になって仕方ない。絶対聞かない方がいいと思いますけど。ヘビメタなんでですね、柔らかくて、はい、そんな感じの雰囲気なのにヘビメタなんだと、ね、絶対やってないだろうというイメージの音楽ジャンルなんで、うん、はい、そこがまた自分にとってはとてもストレス解消になってます。いやちょっとびっくりな、はい、あの今日一日ちょっと一番驚きました。 ありがとうございますあの岡崎さんの方も美容がっつりだったんですか。はい、昔からその興味はあったんですけど、うん、自分自身はあの長年スポーツをやっていたので、はい、なかなかそちらには力入れられず、はい、ストイックな生活をあの、はい、でも超美容詳しいですっていう感じの綺麗なお方なんですけども。そうですね、あのスポーツっていうのは陸上競技で、はい、あの競歩やっていまして。競歩やられてる方もなかなか会うことないんですが、はい、そうですね、でももう高校生の時はくくる髪の毛もないぐらいショートカットだったので、意外、はい、かなりスポーツマンでしたね。結構いいところまで。そうですね、それなりに、まあ、皆さんが知っていただいているような大会は出させていただきました。すごいですね。なんかあのビューティーパークだってあの広いところでこう活躍されてるんですね、皆さん。あ、そうですね。あの確かに個性豊かなメンバーで運営しております。でもそういういろんな視点があるからこそ、いいサイトができて、あのユーザーさんが満足できる、まあ、スポットというかクロスメディアになってるんじゃないかなと思ったんですけど。そうですね、まあ、やっぱり常に、一消費者としてどう使うかということは意識してますので、そういう意味で言うと、ちょっとヘビメタさすがに役立たないと思うんですけど、あのそういう意味ではあのそういう感覚はずっと持てるかなとは思ってます。はい。なるほど。まあ、最後にあの曲を1曲選んでいただきたいんですけども、お二人から何かありますか？私はあの映画のロッキーのテーマ曲、はい、ちょっと曲名わかんないんですけども、あれがやっぱり一押しでございます。ちょっとだけこうメロディー口ずさんでいただくこと可能ですか。チャ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 ってやつなんですけど、やったーですよね。そうそうそう、そっち行くと。そっちそっちで、すみませんでした。チャ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 、しかもうまく聞こえてないと思うんですけども、ヘビメタじゃないからなんです。それでは皆さん、このロッキーのテーマ曲を聴いて燃え上がっていただければと思います。はい、あの杉浦さん、そして岡崎さん、本日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。